ギャラントは、イギリス海軍の駆逐艦、G 級。1934年9月15日寄港。1935年9月29日浸水。1936年2月25日収益。最初、ギャラントはその同系艦の多くと共に、イギリス本国にある第一駆逐艦軍を編成していた。第二次世界大戦海戦はそこで、戦乱護衛などに従事した。 ドイツ軍のノルウェー侵攻以降のノルウェー作戦時はギャラントは修理中であったため出撃していない。1940年5月終わりから6月上旬は多くの他の艦船とともにギャラントもダイナモ作戦に参加した。1940年5月29日、ギャラントはドイツ軍機の攻撃で資金弾を受け損傷した。1940年7月からギャラントは ジブラルタルを拠点とする H 部隊の第8駆逐軍の一員となった。そこでは、数度マルタへ航空機を送る空母の護衛に従事した。また、1940年10月20日には、ジブラルタル東方で、駆逐艦グリフィン、ホットスパーと共同で、イタリアの潜水艦ラフォーレを撃沈した。スパルティベント、岬沖海戦の際、ギャラントは、 イギリス海軍の戦艦や巡洋艦を援護した。1941年初め、ギャラントはマルタへの戦乱護衛に従事した。1941年1月10日、パンテレリーや島南西沖で植来した。航行不能となったギャラントは、駆逐艦もホークによって、マルタへ,へ移行された。そこで損害の大きかったギャラントは座礁させられた。その後、マルタで空襲を受けと判定され、 1943年9月に防波堤として沈められた。ありがとうございます。